リラクヤの花澤です。本日は水虫、角質、タコ、巻き爪、外反母趾、足底筋膜炎といった足のトラブルを改善予防するメソッドをご紹介いたします。このメソッドは青春出版社から出ている足首ほぐしダイエットという本を参照いたしました。このトラブルには清潔にすること、乾燥させること、足の新陳代謝を促進することが大切です。足の新陳代謝が良くなるとカサカサした肌がツルツルになり、かかとや足の裏のカサカサに悩んでいる人も足首をほぐしたり、指と指の間をですね、乾布摩擦するといったケアがおすすめです。血行が良くなってくすんだ爪の色も明るいピンク色になりますよ。それでは始めますね。ここでは、足を洗った状態として始めています。足の指と指の間を本来は丁寧に洗ってしっかり水気を拭き取ってから乾布摩擦をします。痛くない程度にこのように乾いた布でこすって乾布摩擦を行いましょう。すべての指を行いますね。あまり痛くないぐらいで行いますよ。これでお風呂上がりにですね、足の指の間を中心にこのように乾布摩擦を行うと血行がぐっと良くなりますので、冷えから来ている水泡がある方もよくお風呂でできれば足湯などでしっかりと、汗を出してですね、その後に汚れを拭き取って乾布摩擦をしてください。水虫の方は乾布摩擦をした後薬を塗って根気よく治療することが肝心です。右足を行いました。両方の足をやってください。このように今私が使っているのは日本手ぬぐいですけれども、肌触りの良い清潔な布であれば、乾いた布であれば、使いやすいものどれでもいいかと思います。このように、このように行っていきますね。はい、それと足首をほぐしますね。このように足を伸ばして揃えてまっすぐ伸ばしまして、この指先、爪先を掴んでぐーっと引き寄せた状態にしますね。これで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10秒キープします。硬くてこちらまで届かないっていう人はこのようにタオルを使って引き寄せるっていう形で大丈夫です。このようにしてタオルをかけてこちらに倒して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10秒ですね。そして右に倒します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 左に倒します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 3回から5回、行いますね。足のトラブルがある方は、この足首が硬くなっていて測定にかかる重心ですね、重さがバランスが悪くなっていているということが原因になっていることが多いので、正面に向けますね。右に倒して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
左に倒して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 手前に持ってきて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 といった具合に、足首を伸ばして、それぞれの方向に伸ばして足首を柔らかくしましょう。座った状態で足先、つま先を丸めて床につけます。この時、足首や足の甲に力が入らないようにしてください。力は抜いて指先をつけた状態を作りますね。で、次に足の甲でグッと床を押すようにします。かかとをなるべく立てるようにしてグッと床にかかとを押し当てます。そしてまたつま先を丸めて床に立てます。で、今度はかかとを立てます。で、床にグッと力を込めてください。で、今度はつま先ですね。この時は力を抜きます。そしてかかとをグッと力を込めて立てます。を3回から5回繰り返します。足首を柔らかくしたり、足先や足首の足の血行を良くします。はい、では最後に足首回しを行いますね。このように足指の間に手の指を入れ込んで、で、足首をしっかりと支えて、で、なるべく大きく丁寧に回すようにしましょう。巻き爪やタコ、外反母趾、足底筋膜炎など足の痛みで困っている人は、足首をほぐすことが大事です。こうした足のトラブルを抱えている人は大抵足首が硬くなっています。足首がしなやかに動かせませんし、脊柱起立筋などもきちんと働いていません。すると立っているだけでも膝が曲がって体が前のめりになってしまいます。体を測定でしっかり支えられないと体重がつま先から足の甲にかかってしまいます。測定でバランスよく体重を支えられないと、どこか一箇所に重さが集中して強い負担になってしまいます。そしてその部分が例えば指であれば、指は負担に耐えようとして余分な肉や角質を作りまして、指が太くなってきます。その余分な肉や角質と靴とで圧迫された爪が食い込んでしまう。これが巻き爪の正体なんですね。タコや外反母趾も同じようなものですね。バタバタと音が出るような歩き方は足底筋膜炎になりやすくなると言われています。余計な圧迫や摩擦があると炎症を起こしやすくなります。足首が柔軟で足の骨がよく動き、足底でしっかりと地面を捉えて軽やかに伸び上がれるっていう人は足のトラブルになりにくいものです。逆に足首が硬くて歩くときにバタバタと音が出るという人は足を痛めやすいです。タコや外反母趾になるのは靴のせいだけではありません。しっかりとなるべく毎日足首や手首はですね、柔らかくしなやかに保つようにすると、非常に体は快適に
過ごしやすくなります。靴を履いた状態であればこの手はこうではなくても結構です。こうでもですね大丈夫ですし、座れない場所であればこのように立った状態で回すという形でも代用できます。ぜひ足首をこう柔らかく保つようにですね、しなやかになるように、また血行促進するという作用もありますので、こう足首を柔軟に保つように疲れた時には無理をしないで、足首をほぐすようにしてください。足首回しはなるべく1分ぐらいは1回で行う、両足とも1分ずつぐらい行うと良いでしょう。丁寧にゆっくりと回してあげるといいですね。また足底腱膜炎などで足が痛くなりやすい人は痛みが強くなる前にですね、その出先などでもですね、靴を履いた状態でも大丈夫なので、このように、座るなどして足首を回すようにしましょう。やっぱり酷使することによって炎症がひどくなってしまいますので、辛くなってきたら休ませて、そして血行を良くしたり、集中してかかっている負担を和らげることが大事なので、足首を回すことがいいんですね。手首や足首を柔らかく、しなやかにしておくと、自律神経の働き、血圧の調整ですとか体温調節ですね、いろいろな自律神経の働きが正常に保たれると言われています。脳のボケとかの防止にもですね、予防や改善にもですね、手首足首をよく動かすことが重要だと言われています。なるべくこのようにして、できれば毎日手や足の刺激を行うようにしましょう。いかがでしたか？以上です。ありがとうございました。